肉体がきらめいて、そして輝いております小橋健太。ゆっくりとスタンディングポジションに移ろうというところ。さあ両選手立ち上がりました。ロープにホイップする。さあどうする、ショルダータックル、歌舞伎場外転落。さあ飛ぶか、ダイレクトに飛びました小橋健太。ちょうど放送席の正面に当たります。小橋健太が飛びました。今のはいい当たりだったですね、ザ・グレート歌舞伎のバットマンペイントがだいぶ剥がれてまいりました。まともに食らったザ・グレート歌舞伎。おっと歌舞伎という気合いものとも飛んでった。小橋健太、武さん十分小橋気合入ってますね。入ってますね。さあちょうど放送席の目前に当たります。小橋健太の体はもう汗びっしょりであります。2度目の飛びを見せました。そのグレート歌舞伎はまともに食らっております。ちょっと起き上がることができないようであります、ザ・グレート歌舞伎。だいぶ髪の毛が乱れ、そしてペイントが剥がれてまいりました。後楽園ホールから温かい大きな拍手が送られております。小橋健太7番勝負第2戦、ザ・グレート歌舞伎の一戦を迎えております。さあ小橋健太の気の良い若さあふれるファイトが見られ始まりました。さあストンピング攻撃、ストンピング攻撃、髪の毛をつかむ、首をつかむ。さあ歌舞伎を起こした、ここからキャンバス中央だ。ブレインバスター持ち上げることができるか。小橋健太の口元が赤く染まっている。さあどうだ、足をフックするザ・グレート歌舞伎。さあリバースする、バックに回るか。さあロープに足だ、アーションがアタック、ありがとう。歌舞伎小橋ともに倒れる、両者起き上がることができない。読みは一枚、歌舞伎が上でしたね。小橋頭を抱えます。歌舞伎も2段の体勢、最初に起き上がるのはさあどちらか。歌舞伎が起き上がった。さあ距離を取っている、アッパーブロー一発、倒れる小橋。苦しそうだ、2発ローアンからのアッパーブロー2発見舞っております。そしてチョップです、悲痛な叫び。小橋健太ヒップダウン、腰を落としております。蹴り上げる歌舞伎、そしてアームブリーカー、一転してターンオーバー、攻守交代。グレート歌舞伎が優勢に立っております。小橋健太の7番勝負、そろそろ腕攻めが出てきましたね。かつてタイガーマスクはですね、散々苦しめられた腕攻めですね。なるほど、徐々にザ・グレート歌舞伎が自らのペースに持ち込んでおります。試合時間が10分を経過しました。前半は小橋健太優勢、2度のダイブをグレート歌舞伎に見舞いましたが、10分を経過した、この辺りからグレート歌舞伎が徐々に自らのペースに持ってきました。サードロッパではあとわずかです。小橋健太ロープブレイク、再びアームブリーカーです。小橋健太が執拗にグレート歌舞伎の頭を攻めましたが、今度は逆転、ザ・グレート歌舞伎が小橋健太の左腕を堅くなに攻めております。武さん、昨年それにしてもこのグレート歌舞伎は大活躍でしたね。特にですね、その天竜同盟との国民タッグ、あるいはタッグマッチになりますとね、歌舞伎の進化が本当にうまく発揮されましたね。まあ、天竜ファン、鶴田ファン、さまざまなファンがいる中で、この歌舞伎を否定する人というのはいないんじゃないですか。ですから歌舞伎の試合でブーイングは全く取ることがないですからね。そうですよね。それだけに無駄のないナイスファイトを見せてくれるザ・グレート歌舞伎。さあこの一戦から小橋健太は何を学ぶことができるのか。この劣勢の体勢をクリアすることができるか小橋健太。赤いトランクスの動きがちょっと止まってまいりました。サードロップまではあとわずかでありますが、スタンディングポジション左腕はしっかりと未だに捉えております。さあエルボーでカット、ロープに走った、アームホイップからキーロック勝ち、キャンバス中央。さあ小橋がピンチです。小橋がピンチ、これ左腕一本攻めるのでもこれだけのバリエーションがあるわけですからね。まあ小橋健太は昨年の夏マレンコ道場でグランドの技をみっちりとトレーニングしたとはいえ、まだまだグレート歌舞伎グランドの展開に持ち込まれるとグレート歌舞伎に分があります。キーロックがっちりと取りますが、その上はしっかりと小橋の動きをよく見ています。ザ・グレート歌舞伎上になる小橋、肩をつける、すぐにリバースするザ・グレート歌舞伎です。
10分が経過したあたりでザ・グレイト・カドキペースに持ち込んでおります。小橋健太の動きが止まっている。武井さん、ここまで左腕を攻められると小橋もあまりこの自分の技出すことができないんじゃないですか。少なくともですね、腕を使った投げ技がやっぱり出しにくくなってきますね。ボディスラム、あるいはパワースラム、そういった大技へのつなぎという技が非常に出しづらくなる小橋健太。しかしその小橋が2位をザ・グレート歌舞伎の左足に当てて締め上げております。さあ力がみなぎってきた。さあ小橋が返した。しかし左腕を動かすことができない。さあストンピング、ストンピング、左足の太ももあたりだ。小橋健太、ストンピングを出すたびに汗が飛び散ります。小橋健太、肉体が輝いている。さあ足を取るか、足を取るか。さあここからどのような展開に持ち込むか。グレート歌舞伎が不十分な膝十字ですね。そうですね、キャンバス中央。しかし左腕がかなり傷んでおります小橋健太。このような体勢で足が絡まっておりますが、ここから膝十字固め、完璧な膝十字固めに持っていくことができるか小橋。どちらかというとかけられている歌舞伎よりかけている小橋の方が息が荒い、そんな感じがいたします。今日見てキックを見せましたザ・グレート歌舞伎。顔面まともにストンピング、余裕の体勢、盤石の体勢からアッパーブロー、一発で小橋がダウンです。さあ場内から時折小橋ファイトという声援が飛んでいる対角線にホイップ。さあセカンドロープからバックライブ、これを突き上げた、右膝で受け止めましたね。これが歌舞伎ですね。そしてロープにホイップされる小橋、そして足をフックされて、そしてここからここからローリングクレードル、回る回る、新しい時代の幕開けだ。回っている、小橋が回っている、ローリングクレードルだ。さあどうだ、肩がついた、カウントが入る、カウント2の攻防。さあ小橋必死、白い歯をグッと噛み締めております小橋健太。さあ締め上げる、肩がつく、歌舞伎が戻す、肩がつく、歌舞伎戻す。試合時間は今15分が経過されました。テキサスクローバーですね。四つ葉固めだ、小橋締める、締める、締める。さあベッドニーの体勢からこのまま腰を下ろしてテキサスクローバー。さあグレート歌舞伎、質な表情だ。初めて、今日初めて見せるグレート歌舞伎の質な表情。足がしっかりと、しっかり捉えられている。さあそこからほふく前進、どうだどうだ。サードロープに手が届きましたグレート歌舞伎。攻撃の手を緩めないことが肝心です小橋健太。両足を取った、そして再び同じような体勢だ。グレート歌舞伎の体をひねる、ひねる、耐える歌舞伎。気合いものともベントニースタイル、テキサスクローバーホールド。さあ北前進グレート歌舞伎。場内から拍手です。小橋健太7番勝負。前半5分までは小橋、10分からは歌舞伎、そして15分を過ぎたあたりから、さあ小橋だ、ブロックバスターホールド、肩がついている。さあどうだ、カウントが2点3点、試合の流れが変わっていきます。勝負どころですね。さあ小橋が飛ぶぞ、小橋が飛ぶぞ、焦点定めた、ミサイルキック、肩がつく、カウントは2。さあ小橋ペースです、小橋ペース。対角線に今度はリバースホイップされた。さあ今度はトップロープからバックダイブ、よく見ていた、自爆だ。しかしトランスキック、ジャストミート、フライングニールキック、2点3点攻守ところを入れ替える。さあロープに足した、さあどうだ、バックに回られた、肩がつく、丸められた、リバースする、リバースする、カウントスリー、キャッチホールドですね。目まぐるしい展開でした。実に目まぐるしい展開、武井さんいかがでしたか。しかしですね、歌舞伎のうまさも光りましたけどもね、今日は小橋はまた頑張りましたね。そうですね、
また前半戦中盤戦あたりのグラウンドの展開、後者グレート歌舞伎相手になかなかいい状態でしたよね。やっぱりマレンコ道場のですね、昨年夏のやっぱり成果を見せてくれましたね。第一戦ヤツに敗れ、しかしそして第二戦グレート歌舞伎に敗れたといえ、その内容は十分に評価されていいものでありましょう。そして第三戦はランディローズとの対戦が決定しております。ザ・グレート歌舞伎対小橋健太、小橋健太の7番勝負、17分18秒、最後は回転エビ固めで小橋健太が切って落とされました。